ら品番が 1018K のロングモッツコートです。はい、これはブッチャが着てる方がアイボリー、はい、で私が着てる方がブラックの2色で、お値段が 12,900 円でございます。はい、はい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、ではおすすめポイント紹介していきます。はい、これは見た目以上にマジであったかい、本当に見た目以上にあったかいアウターでございます。はい、モッツコートも、ね、定番ではございますが、かなりもう本当に思い切ったロング丈になってます。なので、まず長さでも保温性とかこう、ね、防寒性が優れているアイテムなんですが、見ていただきたいのはまず裏地でございます。結構あのイズシオリジナルで出したボアのパイピングのアウターも裏はボアあのキルティング加工になってるんですが、こちらはあれよりもかなり厚で綿が、ね、結構ちゃんと詰まってるタイプなので、はい、本当にちょっと表現あれかもですけど、あの布団着てるような感覚で、あのホールド感がえげつないめちゃくちゃあったかい仕様になっております。はい、でまたさらにすごいのが締めるとこ2つなんですよ。ジップとボタン両方で締めれるので、より風を通しにくい仕様になっていて、そこもねしっかり機能性も優れております。でまずこのね襟がゴアってところがよりあったかくて、ここがね肌あった後もこれマフラーみたいな感じであったかく感じるので、これでこのね体だけじゃなく首元もしっかり温めてくれるので、そこで可愛さもあったかさもプラスしてくれます。そしてここはね下ね裏はこんな感じになってます。顔に当たるとこだけボアになってるので、そんなにこうモコモコしすぎず使いやすい仕様になってます。はい、そして袖もねベルト仕様になってます。そう、可愛くないですかこれが。キュッてね絞れるので女の子感がめちゃくちゃ高まりますし、しかもここやっぱキュッてすることによって風通しもしにくくなるので、さらに風も防いであったかくしてくれます。はい、でお袖自体は結構ねボリューミーな感じなので、ここをギュッと縛ることによってそこのねなんかゆるずる感を少し払拭してくれるので、その辺もポイントになるかなと思います。はい、であとはここねポケットも大きいのついてるんですが、ウエストに紐ドロストがついてます。なんで結構長くてもたつくんですけど、キュッと絞ると、ウエストマーク後ろ姿がね結構キュッてしてくれるので、なんかメンズナイフにモッツコート結構なりがちなんですけども、こちらは女性らしいシルエットもしっかりキープしてくれるので、あったかいし可愛いだけじゃなくしっかり女性らしさもプラスしてくれるすごい優秀なアウターでございます。はい、はい、そう、あとはですねこの首元もあのこのベルトがついてまして絞れるようになってますので、はい、そうなんで、より寒いところに行った時とかマフラーいらないですね。いらない、絶対いらない。こんな感じでベルトで、はい、こんな感じでついてますので、これで締めてもらってもいけると思います。もし韓国出張あったら絶対私これ着てるから。いや確かに絶対これは、ね、これはないです。なんか中意外となんか逆に裏肝とか着てたら暑いかもしれない、暑いかもしれない。今私本音汗かいてる。いや私もね、さっき以上に私もわかります。わけ開けてる今じわ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 着てる。そう、あ、そうですね、重さ気になりますってあるので、あ、アイさん今年1月に出たニタアウターより重さはどうですかね、3足展開のやつですって。ニタアウターの重さ、どうやったかな、ちょっと待ってくださいね。どうやったかな、今年の1月、あー、リンコちゃんのかな。おう、リンコちゃんの去年のボアアウターですかね。私もね、あれアイボリー買ったんですけど、あれよりは軽い。あ、どうやろや、いい勝負やな。ちょっとね、持ち比べてないので、あれなんですけど、リンコちゃんのであれば、着用した感じは、ほんのりこっちの方が軽いのかな、軽く感じるかもしれないです。リンコちゃんのあとね、金具がちょっと重たかったんですよ。あ、なるほど。これは金具結構軽めなんで、そんなに重たく感じないかもです。ただ、ぬくもりは断然こっちの方が、あったかさはこっちの方が、暑いっていう表現はマジの密接なぐらいめちゃくちゃおすすめでございます。おすすめでございます。今年の冬結構寒くなるみたいなんで、ね、これは必需品かもしれない。ちょっと違うアウターだったらごめんなさい。はい、でも結構あれですよね、なんか今年出た中でも結構軽い方ですよね。軽い方だと思います、うん、多分あったかさはダントツナンバーワンなんですけど、本当に軽さで言えばそんなに重くはない、重い方ではないと思います、うん、はい、はい、です。全然肩こりとかもそこまで気にしなくていいかなと思います。はい、あ、黒の方ね、全身、はい、こんな感じです。うん、黒もあの金具が全部シルバーになってるんですけど、結構ほんとスッキリ見えもするし、このボアのところも黒になっております。全身はこんな感じです。かわいい、そう、こんな感じ。黒もね、やっぱ汚れが目立たないので、一番使いやすいのは黒なんですけどね、
なんか女の子感がちょっと気になるというか、あんまり可愛くしすぎたくない方は黒の方が合わせやすいかも。確かに知れないですね。今年アリスもイズシーで黒のロングアウター出てなかったですからね。そう、黒は珍しいと思うので、うんうん、ね、ぜひぜひ、はい、はい、よかったら、うん、あ、そうね、ゆうちゃんね、ありますよ、ありますよ、ゆうちゃんも、ね、スローなのかな。さあ、さ、果たしてゆうちゃんはどっちなのか。これはゆうちゃんの気分次第なのかな。ね、誰の気分なのか。ね、本当に。あ、スローだ。あ、スローだ。今日はスローの日。今日はスローの日でした。そう、ゆうちゃんのね、丈感もね、全然いい感じ。さっきのスカートよりちょっと短いぐらいかな、多分膝ぐらいかな、ゆうちゃんで、うんうんうん、なんで丈感は全然、あの高身長、ゆうちゃん165センチなんですけどの方が履いて、あの着ても全然これは問題ないと思います。はい、ね、スローやーって、スローでした。なんでなん、スローやなー、なん、音消したらスローになるんですかね、そういう仕組み、 iPhone ってなんやろ。まあ皆さんが喜んでくれてるからよかったです。はい、イズシーのね、動画はスローで、はい、スローで、スローで、はい、これからもやっていこうと思います。はい、まあ分かりやすいですよね、スローの方がね。うん、そうそうそう、そういうことにしておきますね。はい。はい、あ、この後息子の少年野球の救護当番の時に来たり、あ、寒くないよな。あ、絶対寒くないと思う、これは。ボタン閉めても可愛い。あ、可愛い。後ろもキュッと絞っていただくと良い感じでございます。うんうん、はい、そう、全然本当着方はいろいろできるかなと思います。うんうん、これは、うん。ありがとうございます。それは分かりやすい方、ありがとうございます。本当にこれは、ね、本当高身長さん低身長関係なく、パンツもスカートも全然関係なく、本当これは着れると思うので、はい、うん、ぜひぜひぜひ、はい、です。です。暑くなってきちゃった。ね、本当に私もなんかポカポカしてるんです今。脇がね、ちょっと上げないでね、脇汗がちょっと出つく気がする。やばい、暑い。私も、あ、そうだ、あとね、黒はこの中、キルティング黒です。黒は黒です。今こんな感じになっておりますよ。暑い、暑い、暑い。よかった、アイさん、リンコちゃんコラボのです。あ、よかったです。リンコちゃんセレクトの、ね、うん、よりは軽いと思います。これかな、これですか。あ、消しちゃった、ごめんなさい。これかな。文字やって、文字やって、ミス消えちゃった。そう、あれ私アイボリー買ったんですよ、韓国着てた。あれでも十分暖かかったんですけど、あれを上回る暖かさなので、多分雪国ね、ちょっと行ったことないので、うん、想像がでしかないですけど、行ける気はします。でも本当に暖かい、うん、これですか。あ、それそれ、今ね、ちょっと販売しちゃってるけど、うんうん、でも暖かさはこれはもう私たちが太鼓判をします、はい、本当に暑いです今。暑いです、本当に。結構朝早い撮影の時とかもね、全然飛んでいけたんで、おすすめですよ、うん、ね、絶対いいと思います。うん、そうね、さっきの新潟とか、確かにあの結構ね、ニュースとかで立ち往生とか、うんうんうん、それぐらい多分雪も降ってて寒いと思うので、はい、本当にあの北国の方とか絶対いいと思います、これは。はい、うん、おすすめです。おすすめです。はい、でもこれ1枚あったらなんかトレンドとかもそこまで左右されなさそうなんで、うん、毎シーズン来ていただけそうな気がします。うん、いけると思います。なんか来年とかね、はい、もしなんかコロナが収まって旅行とか行けるようになったら、うん、着れると思うので、うん、ぜひぜひ。